見ながらでいいので ありがとうございます、はい、すいません、ただいまモデルさんは藤井くんの試合を見ています藤井聡太くんの試合を見ながら髪の毛は一応どうでもいいってことなのでハーマをかけたいと思いますはい、今日は、パーマをかけます。で、お仕事が、医療のお仕事されてますので、あんまり明るくできないということで、今日はカラーやめて、まあ、随分明るいんですけどね、この状態で。前髪の方が、今、この短いバンドの方と、あと反対側から分けた時に、ちょっと、すいません、出していただきます。はい、ちょっとね、試合見ながら。はい。で、こっち側に、前髪を持ってきたときにこういう長いバングでパーマがかかるようなリバーシブルの感じにちょっとしていきたいと思います。髪ちょっと少し癖があるかなって僕はちょっと読んでるんですけれども、その癖を取りながらパーマをかけてあげるともうちょっと綺麗なエラインになれるかなと思うので、まずカットから簡単に入っていって、長さは変えないのでそんなにカット時間はかからないと思うんですけど、ごめんなさい、対局が終わるまでにちゃんと終わるようにちょっとしたいと思います。ではやっていきますね。お願いします。そうちゃん友達みたいな言わないですね。藤井くん、私はバレンタインでも送ったんですよ、藤井くんに。マジですか。送りました。300個届いたらしいけど、そのうちの一人です。私がクレイジーですね、完全にクレイジージャーニーです。完全に私なんか去年人気になったじゃないですか、あのちょっと前ぐらいから、はいはい、その旅行に行くたんびにそのトマムとか行くじゃないですか、その時にそこからで、はい、エアガキ送ってた。あ、藤井くん、それはもう相当伝わる。これもう絶対なんとかしましょう。頑張ります。僕きっと藤井くんじゃない人が見てるんだろう、全開に藤井くんの大ファンということで、なんか、ちょっと本当年賀状も送ろうかなって、関西将棋連盟で送ろうかなと思ったけど、まあ、さすがにそこまでやったらキモいかなと思って。大丈夫です。いやでも女性がそんなにそこで興味持ってくれるってすっごい嬉しいことだと思います。おー、うん、絶対いいと思う。まだ全然なんか、ちょっと勉強してるだけで本当なんか、まだちょっと穴熊とかそのありきたりな手法しかわからないけど、戦法しかわからない、勉強中です。今日もカットも穴熊でちょっと、なんで穴熊じゃん穴熊風でちょっと切っていく。どんな感じ。なんでまずここで、穴熊をまずですねはい、でショーバルタンでカットしていきます。はい、ちょっとね、時間がないんでそのままちょっと切らさせてもらいますが、まああまりモデルさんが今作ってる前髪の厚さとか幅とかあんまり崩さないようにしていきたいと思います。あんまりコーミング入れちゃわないで自然な状態でカットしますね。ショーバルでちょっと軽くだけコーミングします。今モデルさん切ってるところのスタートラインがちょっと硬いんで、そこ柔らかくちょっとします。ということはこの入りのところ今ちょっときれいにした感じで、ちょっとこの角があったんでそこをちょっと取りました。で、ショーバルタンこういう感じで持っていただいて、なぜこうやるかっていうとちょっとこう柔らかく切るためです。優しく下ろした状態でもうミリ単位でちょっと取っていきますね。最後は逆に持ち替えます。逃がすようにするように。もうコメントした方がいいんじゃないですかそれ。いやいや大丈夫です。それコメントしてました。してます、してます。アベマもニコもどっちも見ながらやってます。もうこっちもライブで配信した方がいいんじゃないですかライブ配信しちゃった方がいいんじゃないですか。でも勝ってますよ、多分今いい感じ。いい感じになってます。いい感じに多分勝ってますね。よくあった皮膚にじゃなくて、危ないですね将棋見てるから気にしないでカットしますけど、前髪ここら辺でちょっと切った方がパーマーケーが可愛いかなと思って、こっちはちょっとこうグラマラスな感じの質感を作りつつ、プライベートでも変えれるようにしたいと思います。で、ここにパーマ入れたいので、ちょっとこの部分をカットしていきたいと思うんですけど、逆にオーバーダイレクションさせて、ちょっとここが長いんで、これちょっと、はい、これ切ります。ここでこう入る感じにつなげていきたいので、これはこのままこう切っていってもいいんですけども、逆にオーバーダイレクションさせてサイドチェンジしちゃった方が切りやすいので、そうします。
前すみませんが、こちらです。これちょっとわかりますか？こういう風にちょっと待ってください。はい。はい。そういうことなんですよね。いや、そんなことない。そんなことない。いや、私の髪も大切ですよね。うん、髪も大切ですもちろん。そうですよね。だ見てもらうからね。藤井くんにね、藤井くんに。藤井くんでも本当、藤井くんの知り合いの方これ見てたら本当すごいファンの方なので藤井くんになんかいろいろ送ったりしてる人だから、キモい私、そういうことです。なのでちょっと皆さん誰かいたら藤井くんとつなげてあげてください。本当にあのお願いします。僕からも、はい、去年も誕生日にちゃんと物を送ってるんですよね。ネクタイも、ネクタイも来てるんですか？ネクタイもってことはもう藤井さんに誰か、藤井君と直接はちょっと難しいと思うんですけど、誰か、で、こっちも逆と同じようにちょっとサイドチェンジで、ここにですね、流れるラインにちょっと入れていきます。それでこっちから入れます。なんで誰かもしいたら藤井君とつなげてあげ、つなげるっていうか、まあちょっとね、お食事でも難しすぎる、これ本当に難しすぎる。いや、お食事でもちょっともしかしたらいけるかもしれないですね。でも本当にツイッターですごいプロの棋士とすごいフォローしてて、あとなんか羽生さんの奥さんとかもフォローしてコメントして、はい、この間いいねもらいました、羽生さんの奥さんが。マジですか？すごい嬉しかった。それはすごいですね、超相当めっちゃコメントしてる。女性棋士は目指してはいないですか？いや、さすがにもうこの年齢で目指したりはしない、ね、それはしないですか？でもね、やっぱり医療系されてるので、例えば藤井くんが体調崩したりとか、そういう時にすぐ多分対応してくれるんじゃないかな。名古屋に転職しますね。それだってもし何か呼ばれたらすぐ行くでしょ？いや、行きます行きます行きます。呼ばれたらね、呼ばれたら行きます。呼ばれたら行きますよね。全然本当にもう明けでも行きます。もう明けでも行きますね。それ全然行きます。藤井くんのため、藤井くんのためならも全然。それぐらい皆さん誰か、まあ誰か絶対つながってる人いると思うんで、そしたらコメントください。つながりましたよって。嘘はダメですよ。そういう人がいたらぜひ藤井くんのだって本当に恥ずかしい、コメントをお願い、本当僕からもお願いいたします。まあそこで何かね、こうつながりができたりしたら、僕も今まで頑張ってきた甲斐があったなと。いや、なんか菓子折り持ってきますね。なんかそしたらもうなんか買ってきます。そうですよね、そのつなげてくれた人で、ね、でも嘘はダメですからね、ちゃんと本当に知ってる人ですよ。藤井くんと知り合いの方は直接、直接は危ないんですけど、僕がクッションに入りますから、僕がちゃんと見極めた上でつなげますからね。皆さんお願いします。はい、で今もちゃんとまめにね、自分の髪が髪よりも藤井くんをちゃんとチェックしてますから、アメバ TV でね。あ、今ニコニコニコ動で、今ニコニコです。ニコ動をやれば、アメーバー見れば、もう本当にもう携帯が大変なことになってますね。大切する人がね、どっちも違うので、もうフリーズしちゃえばいいんだよ。いや、本当にごめんなさい。ちょっと大丈夫ね、本当に、今ちょっとふざけるですね。長さ今変えてませんので、全然気にしなくてもこうやって風邪しゃべってるで、反対側にオーバーダイレクションさせてパーマかけた時に綺麗に繋がる、後ろに流れるラインっていうのをちょっとつなぎ作っていきたいので、まあ正直あまり綺麗なラインにも最後切れてませんから、簡単に入れるレイヤーでちょっとやっていきます。なんかみんな他早く終わりそう。9時かなと思ったけど、9時かな、やっぱり。はい、それを目指して。じゃあちょっとうち無理かもしれない。あ、いや、いいんです、いいんです。ちょっと、もう、手抜きしていいですか？あ、ダメです、そんな。手抜きしないと同じ時間に、でも一緒に終わった方がかっこよくないですか？いや、同じ同時進行で、ちょっとギリまで待ってるの。で、この後ろの方は、彼女のスタイル的に、上の方で、まあ、ほとんど台入れないんですけど、ここだけですね。上の方をくるっとラウンド上に取って、ここを上に持ってきて、ここでちょっとつなげます。つなげて、こう縦にですね、ちょっとこの部分を取っていきます。あまり基本的にこの A ラインは変えないようにしています。そして、このつむじのラインを基本的にですね、この耳から下のラインって僕はあまり気に